と x 2乗引く2 x 足す9足す2ルート15イコール0 x の2乗方程式です。まあもう見るからに怖いですね。ここは無理数とかいますからね。解の公式で真正面から行きたい人は、頑張ってください。二重混合とか頑張ってください。まあ、二重混合はどっちみち出てくると思いますけど、で、私は、解の公式の原理に戻って、素朴なところから解こうと思います。で、これ左辺を、なんか平方完成みたいな形にしたいわけですけど x2 乗引く 2x 足す9足す2ルート15はまあこれもなんかむしろ数値計算やたら好きな人向けかもしれませんが、こういう工夫っていうのが実はこう怖い方程式が出てきた時に生きる可能性があるので、なんか上位の大学入試とか行きたい人向けに一応やっておきますけど、イコール平方完成しようとするとどうなるかっていうと x-1 の2乗足すお釣りがどうなってるかってことですが、これもお釣りも丁寧にやっておきましょうか。もうこのぐらいだったらわかると思いますけど x-1 の2乗っていうのは x2 乗引く 2x 足す1ですから、でお釣りは8足す2ルート15ですね。で、これだから多項式の話と方程式の話を混同しないように気をつけなきゃいけないんですが、これイコール0だったから x-1 の2乗イコールマイナスの、これくくっちゃおうかな、8足す2ルート15になってます。だから、素朴にはこれは x-1 イコールとプラスマイナスのルートって言ってマイナスの8足す2ルート15ですから、プラスマイナスのと8足す2ルート15のルートかけることの i になります。 i はの虚数単位はルートの外側に出てますよ。これマイナス1のルートをこう出したわけですから、まあこうやっちゃうと結局なんか強引にというか真正面から解の公式使った時と同じになっちゃうかな。ただ原理に戻るとこういう形になってると。で、この形からこれが見えて欲しかったのでちょっとやっておきましたが、で、8たす2ルート15の二重混合をあと外すという話ですけど、8たす2ルート15って何かの2乗になっててほしいわけですよ。でそうするとどうなってるかっていうと、実はルート5たすルート3の2乗になってます。で、二重混合を外すという問題はまあよほどマニアックな人とか一部のそういうのを習うカリキュラムにいた人以外はろくに馴染んでないかなと思いますが、これ展開すればこっちに戻ります。で、二重混合の一般論はもちろんあって二重混合が外せない場合とかもあるんですが、ちょっとここではそういう、ね、一般論全部話してると長くなるので、これできるようになっておいてください。で、二重混合あんまり詳しくなかったらどっかの問題集で載ってるのを見て1ページ分ぐらいやったら慣れますから。で、さらにもう二乗されてるルート5たすルート3が正であることにも注意して、とこれプラスマイナスつけたままでいっちゃおうかな。2つの数同時に扱ってるから、ああいいかと、まず素朴に二重混合だけ外そう。8たす2ルート15のルートっていうのはルートの中身がルート5たすルート3の2乗であって、で正の数の2乗のルートだから自分自身だと言えるわけです。これ負の数だったらなんか逆転しちゃったりとかするので、あとは実数の2乗のルートを取ってるからちゃんと実数に戻ってくるとかそういう話も大事ですけど、でも虚数だったら2乗した時マイナスになってるかもしれないから、今もう複素数という概念知ってる皆さんはそういう怖い場合についてもちゃんと考えなきゃいけないから、特に実数の頃の常識が通じるという、なんか中学生だったら何も考えずにやってたような話をいろいろ考えてあげてちゃんとやるわけです。で、これは実数だからここに代入して大丈夫なわけで、と、ちょっとこれ、この、ここまでで得られた結果、あえてアスタリスクと、
書いておくと、等式アスタリスクは x-1 イコールプラスマイナスのルート5足すルート3倍の i と。でプラスマイナスは全体にかかってるから、ここの符号は変わることはない。だからルート5とルート3の符号は同じに絶対になります。だからプラスマイナスという複合と言いますけど、この記号を使うときはその点に注意してください。でこの両辺に1を加えると x イコール1プラスマイナスルート5足すルート3倍の i。実部が1で虚部がプラスのルート5足すルート3またマイナスのルート5足すルート3、すなわちルート5引くルート3のどっちかになります。でこれがこの二次方程式の求める2つの解です。複素数の範囲だから必ず解が2個あって、しかも全部の係数が実数の方程式だから、実は2つの虚数解は互いに共約の複素数となっています。ねえ、なんか最終的にあんまり工夫が生きた気がしないというか、解の公式使っても結局この二重混合のところでどうするかっていうところに行くのは同じですが、まあ、やはり平方完成するという二次方程式を解くときの原則に戻るということを一応強調しておきました。まあ解の公式というのは真正面からやれば必ずできるようになることですので、まあこの問題も解の公式でやっても別に全然悪くはない。だ結局二重混合を外せるかということと、しかも二重混合に加えてここで虚数が入ってくる、ルートの中が負になってるところを虚数単位をくくり出して全部そこに押し付けて、あとは実数の話だという安全なところに持ち込んでおいて実数の世界で通用してた話。二重混合の形によってはこの中身が正になるか負になるかをちゃんと考えながら計算しなきゃいけない、ルート A 引くルート B みたいな形もあるわけで、そういう時はもうちょっとこれに慎重になってください。これくくり出し方間違えるとこの虚数がなんか余っちゃうというか、余分なのが出てきちゃって実は違う答えになっちゃったりとかいうこともあるので、そうこの例題ではそこまで怖いことはないんですが、複素数を含んで一般の二次方程式という時はいろいろとこういう怖いこと起こるので、まあもう少し演習問題探してやっといてもいいかと思いますけど、では複素数特有の数値的性質、例えば共約複素数が出てくるであるとか、そういうことにもそろそろ慣れたかなと思うので、あとは実践的にいろんなところで出てくる虚数解を含みうる二次方程式やってみてください。